弁護士としての覚悟、ご覧に入れましょう。懐かしき日々、今一度お会いしとうございます。名探偵、それが答えです。さあ、お茶が入ったよ。焼きたてのクッキーも召し上がれ。大逆転裁判2、楽しみでございます。覚悟を見せる僕としては、やや目が泳いでいますけど。そんなことだろうと思ったよ、諸君。今日は特別に、この僕子、シャーロック・ホームズが大逆転裁判を紹介しよう。よろしくお願いします。さて、全ての基本は調査だ。事件現場を調べたり、皆さんの話を聞いて裁判で使う証拠品を集めるんですね。どんな些細な手がかりも見逃しませんとも。気が向いたら僕の推理を聞かせてあげよう。論理と推理の実験劇場をね。なんだか余計謎が深まったような。私どもの出番です。推理をお助けして真実を見つけましょう。くらえ！これぞ共同推理ですね。証拠品が揃ったら、いよいよ裁判が始まる。もちろん主役は君だ、ミスターなるほど。待った！怪しい証人を揺さぶって情報を聞き出し、時には証拠品を見回して、証拠品を突きつけて矛盾を暴く。意義あり！裁判の基本ですね。待った！我が大英帝国の裁判は6人の陪審員が裁判の行方を見守っている。貴公の立証が砕け散ったその瞬間、彼らは有罪の評決を叫ぶのだ。待った！なるほど君、ここは最終弁論で大逆転なの。6人の陪審員から有罪の根拠を聞き出すの。矛盾する主張同士をぶつけて陪審員の評決を変えることができれば。意義あり！有罪の決心をひっくり返すことができる。裁判は新たな局面に突入。まさに大逆転でございます。大日本帝国から大英帝国へ、2つの世界をまたぐ圧倒的大逆転が再び動き始める。大逆転裁判2、なるほど龍之介の過去、全ての謎が今解き明かされる。このような特典がつく時代になろうとは。数量限定や期間限定で無料のものがあるようだ。気になって仕方がない顔をしているね、死神くん。私ならすでに予約を済ませている。みんなも予約を忘れずにね。